店の前で工事をやっておりますので、ビデオを撮っております。どれぐらい、音が止まるかっていうことですよね。入ります。扉はですね、このように合わさるような加工がしてあります。二重扉になってます。こちらの扉もですね、このように、2枚が重なるようになってます。だいぶ低音が聞こえなくなりました。どうでしょうか。ちょっとボコボコいう音が聞こえますけれど、エアコンの送風音の方がうるさいですね。ちなみに今こちらから覗いているこのガラスなんですが、三重ガラスになってます。一応音響としての対策はしてあるんですけれど、防音の対策はしてないです。音響コントロールだけで、これぐらい外の音が止まりますので、中の音もあんまり出ないようになります。こちらで防音壁を作るともうほとんど無音状態っていう感じになると思います。